東郷持長12月10日から1950年7月23日は日本の外交官、政治家、太平洋戦争開戦時及び終戦時の日本の外務大臣、大和局長や中ドイツ大使及び中ソ連大使を歴任、東条内閣で外務大臣県託務大臣、鈴木貫太郎内閣で外務大臣県大東和大臣、萩原演寿。 東郷持長電機と解説によれば、持長は1882年12月10日に、僕持長として、鹿児島県日置郡縄城川村で生まれた。縄城川は、豊臣秀吉の文読、慶長の役の際に捕虜になり島津義弘の帰国に、同行させられた朝鮮人登校の一部が、薩摩藩によって集められて形成された集落であった。薩摩藩は、 縄城側の住民に対して、朝鮮の風俗を保持すること、日本名の使用禁止、よそとの通行の規制を命じる一方、よその人間からの乱暴牢石に対しては厳罰を課すなど、保護、統制が一体化した政策をとった。縄城側の住民の多くは、孔氏よりも下の地位に位置づけられたが、前期の保護とも合わせて、手厚く偶された。しかし、 明治維新後の人身戸籍では平民とされ、1880年には、縄代側の男子364人の連名で、史跡編入の癌が鹿児島県庁に提出された。この364人の中には、祖父、牧井駒も名を連ねていた。しかし、氏族への編入は1885年の最後の、生願まで却下され続けた。 その翌年にあたる1886年、僕家は、東郷を名乗る氏族の家録を購入してその戸籍に入り、9月6日付で、東時満4歳まで、あと3ヶ月だった持長は、東郷持長となった。なお、鹿児島では、東郷姓は、ありふれたもので、僕家が入籍した東郷家は、東郷平八郎とは、無関係である。持長の父、ことぶき勝は、 投稿ではなかったものの、雇った投稿の作った作品を、横浜の外国人など県外に向けて販売し、財を築いたという。鹿児島県人城中学校から1901年9月に、新設されたばかりの旧生代7、高等学校増士官に進学。ちなみに、同じ鈴木内閣の農省だった、石黒忠厚とは、高校時代以来の親友だった。そこに赴任していた、 片山正夫に指示したことがきっかけで、東郷は、ドイツ文学への理解を深めていった。これに前後して、2年生の時に、父の強い反対を押し切り、文科大学志望を明確にした。1904年9月、東郷は、東京帝国大学文科大学ドイツ文学科に、進学し、また、東郷の市の片山も学習院大学教授として赴任、不任片山は、 自らの死で、ドイツ文学者の戸張慎一郎を統合に紹介し、3人で三大会を結成した。1905年5月、大学の文芸雑誌、帝国文学臨時増館大に、シルレル記念号に、フリードリヒ・ホンシラー作、戯曲マリアス・スチュアルトを題材とした文芸批評が掲載された。これは、統合の唯一の文芸批評である。また、 翌年1月に、片山が表した、男女と天才にトバリと共に序文を寄せ、この時に初めて、政府の画号を用いている。東大時代の前半は、トバリの影響で、ドイツ文学者を志していた。1908年7月、東京帝大文科大学読文化を卒業。病気療養を理由に休学したため卒業まで、通常より1年多く要し、卒業時は、 小宮とヨタカと同期であったが、東郷は、高年あった際に、小宮を知らなかったという。卒業に際しては、母校の七校から来たドイツ語教授小平の話を断り、明治大学のドイツ語講師を務めたりした後、1912年に、外交官を及び領事館試験に三度目の受験で、合格し、外務省に入省した。同期に、アモウェイジ。 1919年から1921年に、対独施設団の一員として、ベルリンに、東郷が赴任した。この時ドイツは、第一次世界大戦敗戦後に成立した、ワイマール共和国下での、カップ一揆が勃発するなどの混乱期にあったが、日独関係は、比較的安定した状態にあった。また、東郷は、この赴任時に、ユダヤ系ドイツ人、エディド・ラロンドと出会い、 恋仲となる。ドイツから帰国後、反対する両親を説得して、1922年、帝国ホテルで挙式した。1937年から1938年に中毒大使となったが、この際にはナチスが没効しており、状況は一変していた。対外的には、オーストリア、チェコスロバキアなどへ侵攻しつつある状態にあり、ドイツ国内的には、 ベルリンのシナゴーグがナチスによって焼き討ちされるなど、ユダヤ人迫害が顕在化しつつあった。もともとドイツ文学に傾倒し、ドイツ文化に深い理解があった統合はナチスへの嫌悪を感じざるを得ず、ナチスと手を結びたい陸軍の意向を受けていたベルリン駐在陸軍部官大島博氏や日本と手を結びたいナチスの外交担当ヨアヒム・フォンディッペントロップと対立し、 中毒大使を罷免される。1938年に、東郷は中祖大使として赴任した。それ以前の状況としては、1936年に締結された日独防共協定の影響で、日祖関係は悪化しており、前任の主権光葵が中祖大使として赴任している間ついに肯定することはなかった。その後、東郷と対するビャチェスラフ・モロトフ・ソビエト外相とは、 日ソ漁業協商やのモン門ン事件勃発後の交渉を通じていくうちに互いを認め合う関係が構築され、東郷は日本の国益を熱心に主張した外交官として高く評価された。こうした状況の好転を踏まえ、東郷は悪化するアメリカとの関係改善および泥沼化する日中戦争の打開のため、日本側はソビエトの小介石政権への援助停止、ロシア側は 日本側の北カラフト権益の放棄を条件とした日ソ中立条約の交渉が開始され、ほぼまとまりつつあった。しかし、第二次、この絵内閣が成立し、松岡洋介が外務大臣となると、北カラフトの権益放棄に反対する陸軍の意向を受け、統合には基調命令が出されてしまう。松岡は案に、 東合の外務省退職を求めるが、東合は逆に懲戒免職を求めて、相手にしなかった。なお、その後に、松岡が締結した日ソ中立条約は、日独位三国同盟が成立していたこと、北部普通院心中によって、アメリカの対日経済制裁が強まってしまっていたこと、ソ連とナチスドイツとの関係が悪化したことなどによって、当初東合が意図していたようなアメリカとの、 関係改善にはつながらなかった。結果として、ソ連がナチスドイツの侵攻に備えるための意味と日本の大陸での南進への間接的な援護との意味しか持たないものとなった。加えて、日本側の北から太権益の放棄もない代わりに、ソ連側の小解石政権への援助停止も盛り込まれない内容となったことにより、統合には不満が残る結果となった。 外相経験もある元老、西恩寺金持は、東郷が松岡によって中ソ連大使を更迭され、外務省から追われそうだとの風説を、自らの死の床に敵機及び、深く外端したと言われている。1941年10月、東条内閣に外務大臣として入閣する。対米効果を受けた東条はもともとは、対米強硬派であったが、昭和天皇から直接、 台米参戦回避に尽くすよう告げられて、直ちに態度を改め、台米協調派の統合を外省に起用したのである。外務省における統合は、職業外交官としての手腕には定評があったが、主流派とは言えず、打ち解けない性格から、省内人脈も少なかった。外省に就任した統合は時間に、西春彦、アメリカ局長に、山本熊一アメリカ課長に、 加瀬春一を迎えて、対米交渉の夫人とし、また分裂する将来を引き締めるために、数軸派の大使一名に、辞表提出を求め、その他課長二名、事務官一名を休職として、統制を回復した。統合も、天皇と登場の意を受けて、日米海戦を避ける交渉を開始した。まず、北市、満州、海南島は五年、その他地域は二年以内の撤兵という妥協案。 公案を提出するが、陸軍の強硬な反対と、アメリカ側の強硬な態度から、交渉打結は期待できなかった。このため、紫出原基重郎が立案し、吉田茂と統合が修正を加えた、案、おつ案が提出された。内容としては、事態を在米資産凍結以前に戻すことを目的と、し、日本側の南部仏印からの撤退。 アメリカ側の石油対日供給の約束を条件としていたが中国問題に触れていなかったことから東水部がアメリカ政府は日中和平に関する努力をし中国問題に干渉しないよう条件として加えクルスサブロー特使野村義三サブロ中米大使を通じてアメリカのコーデルハル国務長官へ提示されたその後アメリカ側から提示されたハルノートによって 東郷は全文を読み終えた途端、目も眩むばかり失望に打たれたと述べ、改戦を避けることができなくなり、春ノートを最後通牒であると上層、午前会議の決定によって太平洋戦争改戦となった。吉田茂は東郷に辞職を迫ったが、今回の改戦は自分が外交の責任者として行った交渉の結果であり、他者に改戦証書の復章をさせるのは無責任だと。 考えたこと、自分が辞任しても新軍派の新外相が任命されてしまうだけだと考えて、これを拒み、早期の講和実現に全力を注ぐことになった。日本との戦争宣言に上院を終え、微笑む、フランクリン・ルーズベルト大統領と、幕僚たち1941年12月1日の午前会議において、昭和天皇から登場悲劇総理大臣に対し、 最終通告の施行前に攻撃開始の起こらぬように気をつけよとの注意があった。また、野村義三郎中米大使からも11月27日付発電で交渉を打ち切りの意思表示をしないと逆宣伝に利用される可能性があり、大国としての審議にも関わるとの意見愚信があった。このため統合は、長野治軍令部総長、伊藤誠一軍令部次長ら交渉を 戦闘開始まで打ち切らない方針だった海軍側との交渉を開始。山本56連合艦隊司令長官も上京し、無通告攻撃には絶対に反対と表明したことなどから海軍側も事前通告に同意し、ワシントン時間7日午後1時に通告、ワシントン時間7日午後1時20分攻撃とすることが決定した。しかし、 当初予定より1時間20分遅れたワシントン時間7日午後2時20分通告となってしまった。また一方、これらの日本側の状況をアメリカ側の首脳陣はマジックと呼ばれる暗号解読によって外交通電内容をほぼ把握していたがアメリカ各地へ事態を知らせる警告は至急手段を避けて行われていた。開戦直前まで日米交渉を継続したことが アメリカ側からは、海戦を誤魔化す、卑劣極まりない騙し打ちとして、終戦後に、東郷が、極東国際軍事裁判で起訴される要因の一つとなった。しかし、法廷において東郷は、海軍は、無通国で攻撃しようとしたことを強調し、軍に責任をこすりつけようとしていると反感を呼んだ。東郷は海戦後も、早期行和の機会を探るために、外務大臣を留任したが、 翌年の大東亜省設置問題をめぐって、東条首相と対立して辞任した。外務省と別個に大東亜省を設置することで、日本がアジア諸国を自国の植民地と同じように扱っていると内外から見られることを危惧したことや、早期講和に消極的な東条内閣に対する一種の東閣運動だったと見られる。1944年7月9日の サイパン島陥落に伴い、日本の敗戦が不可避だということを悟り、世界の敗戦史の研究を始めた。極中で認めた手記、時代の一面には、日本の天皇制はいかなる場合にも擁護しなくては、ならない。敗戦により受ける刑罰はいた仕方ないが、その程度が問題である。致命的条件を課せられないことが必要であり、したがって国力が全然消耗されない間に、 終戦を必要と考えたと記している。1945年の6人による会合を開くことを他の5人に提案する。当時、最高意思決定機関としては、この6人に加えて、時間級が出席する最高戦争指導会議があったが、この席では、軍の左官級参謀が作成提案した強硬な原案を審議することが多く、それを追認する形になりがちであった。 東郷はトップが下からの圧力を受けずに複雑なく懇談できる会議を求めたのである。他の5人もこれに賛同し、内容は一切公害しない条件で最高戦争指導会議構成委員会合として開かれることになった。1945年5月中旬に開かれた最初の最高戦争指導会議構成委員会合で陸軍参謀総長の梅津義次郎がドイツの敗戦後、 日本とは中立状態にあったソ連が極東に大兵力を移動し始めていることを指摘し、ソ連の参戦を防止するための対処交渉の必要性が議題になった。そこで東郷はソ連を仲介して和平交渉を探るという方策を提案した。これに対し陸軍大臣のアナン・コレチカは日本は負けたわけではないので和平交渉よりもソ連の参戦防止を主目的とした。 対祖交渉とすべきだとして、同号の見解に反対する。結局、与内三政海軍大臣が間に入り、まずソ連の参戦防止と、行為的中立の獲得を第一目的とし、和平交渉は、ソ連の側の様子を見て行うという方針が、決定された。この会議では、ソ連の参戦防止のため、代償として、カラフトの返還、漁業権の譲渡、 南満州の中立化などを容認することで一致した。この決定を受けて統合は、ソ連通りの広田幸喜元総理を、疎開先の箱根に滞在していた、マリック中日ソ連大使の下に派遣し、ソ連の意向を探ることにした。マリックと広田は、旧知の間柄であった。しかし二度の会談では、お互いが、自らの意見は、明確にせず、相手の具体的要求を探る形に終始した。 バリクには、ソ連の対日参戦の意向は知らされていなかったが、モロトフ外相に対する会談の報告には、具体的な要求を受け取らない限りいかなる発言も、できないと回答するつもりだと記した。これに対してモロトフはこの立場を支持し、今後は、広田からの要請でのみ会談を行い、一般的な問題提起しかなければ、その報告は外交クーリーエビンだけに留めよと訓練した。 その後、広田とマリクは二度の会談を行い、6月29日の最後の会談では、日本の撤兵を含む満州国の中立化、ソ連の石油と日本の漁業権との交換、その他ソ連の望む条件についての議論の用意を条件として挙げたが、成果を挙げることなく終わった。モスクワにあって、ソ連の動向を探っていたソ連大使の佐藤直武は、ソ連を仲介とした。 和平交渉の圧旋を求める統合の訓練に反対する意見を具心したが、統合の受け入れるところとはならなかった。この最高戦争指導会議構成委員会合の対処交渉の決定により、それまでスウェーデン、スイス、バチカンなどで行われていた陸海軍、外務省などの秘密ルートを通じて行われていた講和をめぐる交渉は全て打ち切られることになった。 ソ連大使時代に苦労をした東郷はもともとソ連外交の狡猾さを知り尽くしていたはずにも、かかわらず東郷は結果的にはソ連に期待する外交を展開してしまったわけである。これについてはソ連大使時代から気心を通じていたモロトフ外相の心情に期待したのだという説もあるが、当時外務省で東郷に直接使えていた加瀬俊一が証言するように、 強硬派の陸軍がソ連交渉だけなら目をつぶるという風な態度だったため、統合はそれに従ったのだという風に解釈されるのが一般的である。また昭和天皇がソ連交渉には好意的であったことも統合の考えに影響していた。統合自身はポツダム宣言受諾後の8月15日にスツ密院で行った説明の中で米英が 無条件降伏ではない和平、話し合いによる和平を拒否する態度だったために、話し合いに事態を導きたかったが、バチカンスイススウェーデンを仲介とした交渉は、ほぼ確実に無条件降伏が前提になると見られたので放棄し、ソ連への利益提供で日本の利益にかなうよう誘導して終戦に持ち込むことが特策とされたと述べている。ソ連側の態度が不明なまま時間を推移していく中、 6月22日、天皇臨席の最高戦争指導会議構成委員会合の場で参戦防止だけではなく和平交渉をソ連に求めるという国家方針が天皇の意思により決定された。鈴木、東郷、陸海軍はこの F. 美丸元総理をモスクワに特使として派遣する方針を決め、7月に入りソ連側にそれを打診した。 しかしソ連側は近々開催されるポツダム会談の準備のため、忙しいということで、このエトクシアンの回答を先延ばしにするばかりであった。こうして7月26日のポツダム宣言に日本は直面することになる。ポツダム宣言を知った統合は、1、この宣言は基本的に受諾した方が良いに、ただし、ソ連が宣言に参加署名していないことや内容に曖昧な点があるため、 ソ連とこの宣言の関係を探り、ソ連との交渉と通じて曖昧な点を明らかにするべきであるという結論を出し、三大して天皇と話し合った。この時、昭和天皇がポツダム宣言に対してどのような反応を示したかは不明確である。東郷自身のメモではこのまま自爆するわけにはいかざるも、交渉の基礎となし得べしと思わると述べたという。一方、 東郷の部下だった加瀬俊一は原則的に受諾可能と考えると述べたと記しているが、高傑敦氏はこの発言は確認不可能で天皇は特に宣言に重大な関心を示さなかったというと記述している。天皇は宣言の具体的な点についてはそれを通じた折衝で明らかにしたいという東郷の意見に賛同し、木戸一との会談の後、 モスクワでの交渉の結果を待つという統合の意見を認めた。しかし、アナン陸省は統合の見解にも反対し、ポツダム宣言の全面拒否を主張する。またもともとは平和的立場だった鈴木首相と、結局、ポツダム宣言に対しては受諾も拒否もせず、しばらく様子を見るということになった。しかし、アメリカの短波放送が、 すでに宣言の内容を広く伝えたためこれを無視できないとしてコメントなしの小ニュースとして国内には伝えることとした。だが7月28日長官には少子、目殺といった表現が現れた。28日午前に東郷が欠席した大本営と政府の連絡会議では阿南と豊田添務軍令部長梅津義次郎参謀総長が 政府によるポツダム宣言避難声明を強行に主張。与内会長が妥協案として宣言を無視するという声明を出すことを提案し、これが認められた。同日、鈴木首相の会見は、三国共同声明は回路会談の焼き直しと思う。政府としては何と重大な価値あるものとは思わない。ただ目殺するのみである。我々は戦争干水にあくまでも邁進するのみである。 という表現で報じられた。連合国は、この日本語を、リジェクトと訳した。東合は、鈴木の発言が、閣議決定違反であると抗議している。こうして8月6日のアメリカの広島への原始、爆弾投下、8月8日のソ連の対日参戦という、絶望的な状況変化が日本に訪れることになる。終戦の実現、編集自体の急変を受けて、8月9日、 午前、最高戦争指導会議が開催された。東郷は、皇室の安泰のみを条件として、ポツダム宣言受諾をすべきと主張し、与内会長と平沼喜一郎数密院議長がこれに賛成した。しかし、阿南陸省は、皇室の安泰以外に、武装解除は日本側の手で行う、占領は最小限にし、東京を占領対象から外す、戦犯は、 日本人の手で処罰する、との四条建設を唱え、これに、梅津陸軍参謀総長と、豊田添夢海軍軍令部総長が同意して、議論は平行線になった。特に、東郷、米内と阿南の間では、激しい議論が続いた。選局は五部五部であるという阿南に対し、個々の武勇団は別として、ブーゲンビル、サイパン、フィリピン、レーテ、伊大島、沖縄、 我が方は完全に負けていると米内は反論した。また、本土決戦は賞賛があると主張する阿南、梅津に対し、もし仮に上陸部隊の第一波を撃破できたとしても、我が方はそこで戦力が尽きるのは明白である。敵側は続いて第二波の上陸作戦を敢行するに違いない。それ以降まで我が方が勝てるという保証は全くないと東郷は主張した。 この会議の中、長崎に第二の原子爆弾が投下されている。会議は深夜に至り、天皇臨席の午前会議となった。鈴木首相は議論の収集がつかない旨を天皇に、進言、結論を天皇の聖談に委ねる旨を述べた。天皇は外務大臣の案に同意であると発言、またその理由として、陸海軍の本土決戦準備が全くできていないこと。 このまま戦いを続ければ、日本という国がなくなってしまうことなどを述べた。こうして、ポツダム宣言の受諾は決まった。その受諾案において統合は、皇室の安泰という内容、天皇の国宝上の地位を変更する要求を、包含しおらずあることの了解のもととしていたのに対し、平沼の意義を受け、天皇の国家統治の体験に変更を買うるがごとき、 要求はこれを包含しおらざる了解のもとと変更が加えられた上で天皇が受諾を決定したのである。統合は原爆投下についてスイス政府などを通じて抗議するように中スイスの加瀬春一講師へ指示するに促し代々的にプレスキャンペーンを継続し、米国の非人道的残忍行為を暴露攻撃すること、緊急の必要なり、罪なき30万の市民の全部を挙げて、 これを地獄に投げず、それはナチスの残忍に数倍するものにして、と述べた。また戦々布告を通告してきたマリクソ連大使に向かって直接中立条約に違反したソ連の国際法違反に厳重に抗議をしている。日本の幸福に関して天皇や皇室は終戦後の日本の混乱を収集するために必要な存在であるとの認識は、 連合国の政府に少なからず存在した。しかし、天皇の統治体験に変更を加えないという受諾案はアメリカ首脳の間に波紋を与えた。トルーマン大統領はホワイトハウスで開いた会議で天皇制を維持しながら日本の軍国主義を抹殺することができるか条件付きの宣言受諾を考慮すべきかと問いかけた。出席者の中で フォレスタル海軍長官やスティムソン陸軍長官、リーヒ海軍元帥は、日本側回答の受諾を主張したが、外交の中心人物であるバーンズ国務長官が、なぜ日本側に妥協する必要があるのかわからないと反論して、トルーマンがこれに賛同する。フォレスタルが降伏の条件を定義する形で、日本の受諾を受け入れるという妥協案を示し、トルーマンがこれを受け入れて、 バーンズに回答文の作成を命じ、天皇皇室に関しては、曖昧にこれを認めるという回答文が、日本側に8月12日に提示されることになった。この、バーンズ回答によると、天皇は、連合国最高司令官の権限に従属すること、そして、天皇制度など、日本政府の形態は、日本国民の意思により自由に決定することと、記されていた。これは、 巧みな形で、天皇、皇室の維持を認めている曖昧な文章であった。阿南陸省、梅津参謀総長などは、この回答に対し、天皇皇室に関して、曖昧なので連合国に再紹介すべきだと強行に、主張し、再び政府首脳は議論の対立に陥った。東郷と与内会長は、再紹介は交渉の決裂を意味するとして、反論したが、当初は、 ポツダム宣言受諾に賛成していた平沼淑委院議長が陸軍に同意するなどして事態は混乱。12日深夜、失意と疲労に満ちた東郷は一旦辞任を表明しかけてしまう。東郷の辞意に驚いた鈴木首相は再度の午前会議により事態の収拾を図ることを東郷に約束、辞意を翻させた。こうして14日、昭和天皇が二度目の正談として、 東郷支持を涙を流して表明したことにより、陸軍の強硬派もようやく折れ、ポツダム宣言受託を迎えた。アナンは、終戦の手続きに署名した後論的だった東郷を、訪れ、いろいろとお世話になりましたと、にこやかに礼を述べ、東郷も、無事に終わって本当によかったですとアナンに礼を述べた。あらゆる意味で貴重面な東郷は宣言受託に際し、連合軍戦方に、 日本陸軍の武装解除は最大限名誉ある形にしてもらいたいと厳重に注意通告し、阿南はそのことを統合に感謝していると述べて立ち去った。阿南は鈴木首相にも別れを告げた後、翌15日未明、自殺する。人前で涙など見せたことのない統合だが、阿南自決の方に、そうか、腹を切ったか。阿南というのは本当にいい男だったなと落塁した。 戦争終結後、東郷は東国の宮内閣に外相として留任するよう要請されたが、先般に問われれば新内閣に迷惑がかかるとして依頼を断り、妻と娘のイルカルイザワの別荘に隠遁した。しかし、真珠湾の騙周知の責任者という疑惑を連合国側からかけられて、9月11日に東場元首相と共に真っ先に訴追対象者として、 名前が挙げられた。終戦の翌年の1946年5月1日に、菅も高知署に拘知されて、翌月には、極東国際軍事裁判が改定された。弁護人には、同じ鹿児島県出身であり、最初の外務大臣時代の外務次官だった、西春彦と、アメリカ人弁護団唯一の日系人である、ジョージ山からがつき、娘婿の東郷文彦が事務を担当した。 裁判は1947年12月15日に、統合の個人判省に入った。この日、電光掛け裏、春風を切るとその心境を色紙にしたためて、望んでいる。検事側と統合、弁護人らの激しい応酬が繰り広げられた。特に、菅も高知署での島田茂太郎元海軍大臣とのやりとりについて紛糾して、当時の話題となった。開戦時び終戦時に、 外相の地位にあった統合は、対米海戦の再海軍は、無通国攻撃を主張したが、世は激しく戦った後、海軍側の要求を国際法の要求する究極の限界まで食い止めることに成功した。世は、あまりの責任をいささかも回避するものではないが、同時に、他の人々がその責任をあまりに押し付けんとしても、これに不相とするものではない。と、 いかに軍国主義者と対立してきたかを、口述書に述べた。これに対して、長野治の担当弁護人のジョン・ブラナンが、海軍が無通国攻撃を主張した証拠があるのか、と統合に質問した。すると、裁判が改定してから、島田と長野から、海軍が奇襲を従っていたことは言わないでくれと、脅迫を受けたかのような証言をした。この発言を、 海軍の名誉に関する重大事と判断した島田は、証言台において、よほど彼の心中にやましいところがなければ、私の言ったことを脅迫と取るはずかない。すなわち彼の心の中にはよほどやましいところがある。というのが一つの解釈。また、誠に言いにくいことではありますけども、彼は外交的手段を使った。すなわち、イカの墨を出して逃げる方法を使ったと。 すなわち言葉を変えれば非常に困っていよいよ自分の抜け道を探すためにとんでもない普通使えないような脅迫という言葉を使って逃げたとと反論した統合個人としては昭和において自分が体験経験したことをすべて公にすることによって日本そして自分自身の行動が連合国側の指摘するような 平和に対する罪に該当することを否定することを主眼に置いており、決して悪意あるものではなかったが、被告人の間でも見解が異なることも、決して少なくなく、島田の弁護人だった、法制史学者の達川マッサジルをはじめ、被告人、弁護人たちの批判の対象となった。それ以外にも、木戸孝一が天皇が和平を望む発言をしたことを、自分に伝えなかったこと。 梅津義次郎が前日の通り本土決戦を主張し、和平を拒み続けたことも述べた。特に、梅津とは声を荒らげてやり合う場面も見せ、木戸に対しても、木戸の担当弁護人のウィリアム・ローガンが尋問を、開始しても発言を止めず、痺れを切らしたローガンがあなたは木戸をすかないのでしょうという場面もあった。このように、結果的には、 自分の立場のみを正当化する主張に終始したと見られたことを、重光葵は、罪せ無とののしる者ありのガレムと焦る人あり愚かなる、ものと歌に読んで批判している。1948年11月4日、裁判所は、統合の行為を、大和局長時代から戦争への共同防御に参画して、外交交渉の面で、戦争開始を助けて、欺瞞工作を行って、 開戦後も職に止まって戦争遂行に尽力したと認定して有罪とし禁錮20年の判決を下された。統合は後に法の訴求を行い敗戦国を戦勝国が裁くというこの裁判を強く批判する一方で国際社会が法的枠組みによって戦争を回避する仕組みの必要性があり新しい日本国憲法第9条がその流れに結びつく 第一歩になることへの期待をとろしている。だが、1960年の日米安全保障条約改定において、憲法第9条の精神を尊重することを重視して、軍事的な同盟では平和がもたらされないと考える西春彦や石黒、田田敦らと交渉の担当課長として、日本の平和と安全のためには条約改定は欠かせないとする東郷文彦らが激しく対立して、 あとに、文彦が著書で案に西を非難するという、東郷の意志を継ぎたいと願う人たちが対立するという事態も発生している。東郷は、以前から文明史の書を執筆して戦争がいかにして発生するのかを解明したいという考えを抱いていたが、心臓病の悪化と、極中生活のために、これを断念し、代わりに、後日の文明史やにするために、自己の外交官生活に関わる。 回想録の執筆を国中で行い、時代の一面と命名する。だが、現行が、ほぼ完成したところで病状が悪化。定員先のベ陸リック軍第361病院で、病死した。去年69、東郷持長は平和主義者、和平派であると知られているが、東郷が取ったソ連を仲介者とする、和平工作は、愚作との厳しい意見もある。東郷はソ連が、 同年2月のヤルタ会談で、対日参戦の密約を米英と結んでいたことは、当然知らなかった。東郷は、広田幸樹、元首相による、マリク、中日ソ連大使との交渉にかけたが、会談は6月3日の開始からもたつき、7月14日に、中断するまで成果はなかった。中祖日本大使だった、佐藤直武は、戦後に、貴重な1ヶ月を空費したことは、承服できないと、 語っている。7月26日に発表されたポツダム宣言について、東郷がポツダム宣言は拒絶せず、少なくともソ連から返事が来るまで回答を伸ばすように待つという意見を述べ、それが採用された。その結果、ポツダム宣言の対応が遅れ、2発の原爆投下とソ連の対日参戦を招いた。ただし、アメリカ海軍提督、 大統領主席補佐官であるウィリアム・リーヒは、ソ連を仲介とする和平をしたことを、意図的に無視したトルーマンを非難している。簡潔に言えば、東郷は、小磯国秋内閣で、茂光葵外相が進めたスウェーデンを仲介者とする、和平工作を打ち切り、スウェーデン政府の和平仲介中止を指令し、仮想的国で、対日参戦を伺っているソ連を和平仲介に、選び、 ポツダム宣言発表後もソ連中海の和平に固執し続けた。しかし8月9日のソ連の対日参戦により和平工作は水の泡となった。東郷は戦後に記した回想時代の一面の中でアメリカからの側文としてジョセフ・グルーラが作成した対日講和宣言案がポツダムに傾向されたところにソ連側から日本に 講和の意思ありと伝えられたため準備した案が、ポツダム宣言として出された年、それなら天皇の王位御神は、ソ連首脳に通じただけではなく、連合国首脳に伝達されて、ポツダム宣言という、友情権の講和に導き得たと言えるのだから、あの時の申し入れは結果として、大体において、こうそうしたと言って差し支えないだろうと弁明している。しかし、実際には、 アメリカ側はソ連から知らされるよりも先に、統合と佐藤中祖大使の間で交わされた外交電報の防止解読によって、日本がソ連を仲介とした和平交渉に乗り出したことを察知していた。ただし、ソ連の仲介によって、無条件降伏ではないより良い条件の講和を得られるのではないかという期待は、統合個人にとどまらず、木戸孝一や昭和天皇自身も含めた政府の、 和平派に共通したものであったという見解も存在する。長谷川武氏は、まさに、モスクワの圧戦は、日本の犠勢者にとって、過酷な現実から逃避するアヘンであった、天皇制の維持について、より有利な条件を引き出そうとする、欲張った期待がモスクワへの道という誘惑に、彼らを誘ったのであると記している。異界勲章等外国勲章汎用院巨妻は、ドイツ人のエディータ。 ユダヤ人女性、アンナギシックと、ドイツ貴族の死生児として生まれたが、父は去り、出生間もなく母も自殺したため、母の妹夫婦の幼女となり、養父のピッチック生を名乗る。ロキヨシ銀行に勤めていた養父の日本支店店人に、伴い15歳で来日したが、養父が急死したため養母が、神戸で民宿を闇営業して、ここをしのいだ。17歳の時、 対日中だった16歳年上のユダヤ人建築家、ゲオルグ・デラランデに見染められ、1905年に結婚。この時嫉妬した養母が、エディの出生の秘密を口外したという、5人の子を設けたが9年後ふと死別し帰国。子供たちを施設などに預けて働き始めたが、恋仲となった東郷がベルリンに家を借り子供を呼び寄せ同棲その後、 子らを、寄宿学校や竹に預けて単身日本に向かい、1922年に、東郷と結婚する。エディとの間に、一人娘伊勢。著書に、色無花火、東郷持長の娘が語る、昭和の記憶がある。外務事務次官、在アメリカ日本大使を務めた、東郷文彦は女性。元ワシントンポスト記者の東郷茂彦と、元オランダ大使。 外務省大和局長の東郷和彦は、双子の孫、東郷家、僕受賞、東郷持長、伊勢、東郷重彦、江次、東郷文彦、東郷和彦。単行本座市テレビ番組、ありがとうございます。